Play, Imagine, Dream, Dress Up Box。 ドレスアップボックスはコスチュームデザイナー三代子望月が手掛けるおめかし道具箱という意味の名前を持つ新しいコンセプトの子供服ブランドです。西洋では子供を持つ人のほとんどの家にドレスアップボックス、おめかし道具箱があります。古いトランクケースの中には一年中ハロウィンの衣装や大人のいらなくなったお面や帽子やスカーフなどいろいろと入っています。おめかし道具箱を持っている子供は普段の遊びの中で衣装付きの本格的なごっこ遊びをしているのです。子供は0歳半頃から周りの大人の身振りなどを真似するようになります。その後お茶を飲むふりや電話をするふり、運転をするふりなどといった見立て遊びへと発展していきます。3歳から就学前のごっこ遊びの全盛期には表現方法がぐっと広がり、一人で何役も演じたり、お友達同士で役の振り分けをしたり、架空の世界をもイメージできるようになります。小学校に入って数年経つ頃になると、ごっこ遊びへの執着はより現実世界の興味へと移行していくといいます。想像力だけではなく、言語力、表現力、協調性、社会性などが養われるごっこ遊びの全盛期は、ともすればこの時期にしか訪れない魔法の時間でもあるのです。この特別な時間をより豊かに、より夢のあるものにしたい、そんな思いの中から生まれたのがドレスアップボックスです。子供たちはドレスを身につけると瞬時に顔を輝かせ、ドレスの裾をたくし上げ、みなくるくると踊り出します。子供たちが想像の世界に飛び立つ瞬間を何度も見ることができるのです。 The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. この世界は魔法で満ちている。そして私たちの感性が研ぎ澄まされるのを待っている。子供たちが遊び、想像し、夢見る過程を通して輝かしい成長を告げることを願って、ドレスアップボックス。